どうもトビアンです。天外魔境2106回目やっていきたいと思います。前回まではこちら長門探索し終えてついに秋吉堂にたどり着きました。皆様お待たせしました。さあ最後の暗黒乱切りに行きましょう。右端から行こうかな。お、エンカウントしないね。来た。さあどんなもん。8000両盗んだ。何こいつ、ハブソ。まあ委任していきましょう。松虫切りでいいんじゃない。8000両盗んでいきやがった。飛んだオープニングですね。さあちょっと待ってね。その前にいつものお宝チェック。24個もあるのか。ただちょっとまあね、取れる宝だけ取っていきましょうかね。お、いきなり宝発見。おー、初めましての敵ばっかり。体力はそんなにはない。シャグマ倒しました。よし、常切り。まず体力低い方からいこうか。ベニートチュー。まあ読み方はね、あんまり気にしないでください。OK、 倒せるぞ。闇カズが体力を吸い取った。歌舞伎戦えなくなった。あー、嘘でしょ。いきなり歌舞伎やられちゃったぜ。マジか。これは予定外。徳が次の段まで3万。いや厳しいねこれ。歌舞伎復活してくれよ。戻り石。いやいやいや、まあ宝箱取りながら行くか。歌舞伎復活 OK。 ここはもう富士で一発で回復するか。全回復。右端探索したけど、あ、これ階段？なんか見落としてたかもな。これ階段見づらくない？え？さっきもあったかな。もしかしたら見逃してるかもね。ということで今地下1階か。さっきのが1階とするとね、うん。地下1階。今んとこいけるよ。またお金盗むやつか。いや9000両盗まれた。まあお金 いらないさ。持っていきたければ持っていきよ。かぶそう。体力ちょっとみんな300以下だったらもう回復だね。まあ音楽も基本に戻ってますね。これなんかあの、ちょっと待ってね。なんか応答、あ、避け補正がなしになってる。なぜか。なんかおかしいなと思ったんだ。え、全然ないな。あ、これ階段。これで地下2階だね。地下2階。エンカウント率低いね。ありがたいね。100名が、まあまあ極楽に全部持たしとこう。何このエンカウントの低さ。でもなんかサービスデーですか。階段登る。地下2階から地下1階だねこれ。地下1階。おー、なんか赤い橋があるけど、なんかそれっぽくないか。おー、全然エンカウントしないね。どうしよう。右端から行くか。地底警察、こいつは会ったことあるね。3体なら倒せるでしょう。いや、絹も攻撃もね、素晴らしい。オッケー、怖くないぜ。あ、階段。地下1階からまた地下2階か。おー、お宝ザクザクだね。何もなし、何もなし。あ、なんだこれ。
四流香。なんだ、あんまりモテないんだけどね。何なんだこれ。守備力126、これは鎧なのか。あ、鎧だね。ちょっと待ってね。あ、万事丸も装備できる。じゃあ天狼の鎧115から126、11アップ。 OK。 まあ呪われそうな名前じゃないもんねこれ。どうだ、 OK。 全員のちょっと能力紹介しておこうか、みんなに。守備力390、ナンバーワンです、万事丸。 OK。 ほとんど4人とも同じだね、守備力ね。これお、何もなし。これはお、妖刀村正。なんだ、強そうな名前の武器。攻撃力126、万事丸と歌舞伎。ヒルコの剣と変えようか。おお、126。いやー、いいですねこれ。125か。ごめんね、間違ってたら。25アップ。よし、持てないからちょっとヒルコの剣と、はい、妖刀だから呪われる可能性もあるよね。いっちゃえ。どうだ、呪われなかったっぽいか。なんかあの呪いの音楽とか流れないもんね。やりました、なんか強そうな武器。これで攻撃力チェック375。まあでもね、極楽が一番手ですよね、攻撃力ね。ただ絹を超えました、万事丸。絹後方支援でやることいっぱいあるからね。何このエンカウント率の戦、240両、いらない。なんか魔法かけたのか、歌舞伎。なんか今上にあったよね。いや、それちょっと待って。なんかない、なんか湖っぽいのがあるぞ。あ、どっちだろうな、これ。行き止まりか。いや、まだあるね。ちょっと登っとくか。漂流か。こいつ会ったことあるかな。体力多いね。松虫切り。ゆっくりやりますね、連打せずに。松虫切りでしょ。守備力下げてる。あ、金の連続攻撃、素晴らしい。OK。 またこれ戦ってる間に段上げたいよね。まあ、どうせボスいるだろうからね。微妙に段上げたから、もうちょっと敵出てきてくれてもいいのにな。右へ今回は行きたいと思います。このつもりでやってるんだけど。指定警察ね。こいつは戦ったことあるからといってね、言い抜くと、あ、空振りすることあるんだね。危ない。よし、爪切り。お、当たるね。いや、今まで修行してきた甲斐があるよね。いや、戦えるようになってるよ。ダメージは相当受けるけど、いいですよ。絹を回復。オッケー。なんか探索したらもっと強い武器防具ありそうだよね。松虫切り、一撃で松虫切りで倒したいなこいつ。よし、お金盗まれずに倒したぞ。回復しておきますね。いける、今んところいける。どっちに行けばいいのかわからない。確かに広いね。っていうか
かまだね、一つ目の入り口だからね、出口が8個あるからさ、この確率で出口行っちゃうよね。出口を消し込んでいく。ただなんかぐるぐる回るタイプになってたらそれでもきついと思うんだよね。その覚悟で来ております。あ、出口っぽくないか。うわー、どこの出口だこれ、どこどこだこれ。地図確認。おー、なるほど、ちょっとメモしておきます。暗黒欄の上のとこに出てきたんだね。よし、もうどんどん行こう。こっちから行こう。さあ行こう。100万全然いける。まだまだこっからだぜ。あ、どうしようかな。右が右に行くか、くまなく探索するのが一番いいのかもな。あ、宝箱だ。右下右下行ってみようか。あ、降りるとこ発見。っていうかなんか下に行くとさ違う出口に行きそうだから、どんどん上に行こうか。右上に行く感じで行こうかな。体力一気にして。1体になったら松虫切り。あー、回復しなくていけるだろう。松虫切り、よし。もう回復は日立が一番手間がかからないんでね。行きたいと思います。あ、歌舞伎がもう一回やられてるから技がね使えないんだよね。下行っちゃうなこれ。あ、出口に行きそうな感じ。あ、上登る、登ろっか。体で覚えるしかないぞ。右、あ、これさっきのとこかな。手製マップ作らないといけない、きついね。松虫切り、おかなし。後ろ切りとかしてきたシャグマ。まあ、200くらった、やべえ、危ねえ。松虫切りの恐ろしさだね。あ、金盗まれた。確実に当てる。義経切りで地味に行くか。OK。なんかエンカウント率が上がってきたんだけど。敵も乗ってきたな。義経切りあんまり当たらない。いけるか、いけるな。えい、いいペースですよ。回復しとくね。こっち行ってみるか。上上行きたいんだけどな、なんとなく。宝箱見えたね今。あ、下り階段。下っていくと進んでると認識。あ、ここ行こうと思って行かなかった。おっと、橋がありますね、赤い橋。あ、でも見たことのない赤い橋じゃないかこれ。上に行こう、上に。あ、階段。こういう上じゃないんだけどな。赤いな、あのはしごをなんか覚えるポイントになりそうだね。2つあったよね。あ、これ、あ、こいつ分裂すんのか。避けられるな。いやー、分裂。
合体じゃなくて分裂するんだね。まつびしぎりー。オッケー。ラッキーでボス見つけられないかな。巻物使っちゃったりなんかしてね。効かないのかい。ちょっと気分転換にね。あの一応ねボス対策で、あの4人の役割はね整理してきましたんでね、ボスに会ったら発表したいと思います。練ってきましたよ。それ考え、作戦考えるのが楽しいね。あ、宝箱発見。あ、これさっき下から見たやつかな、もしかしたらね。ちょっと待ってよ。極楽の若草でも使っとこうかな。わざゼロだから。それが一番なんか節約だけどね。肉の花びらめんどくさいな、倒すの。邪魔するんじゃないぜ。松の茂り効かないのかい。分裂するのかい。もう連打でいいな、ここは。連打がバランスがいい。オッケー。回復必要。ちが楽でいいね。半分満タンコマンドみたいなもんだから。いや、この肉地獄嫌だ。肉の花びら地獄めんどくさい。思わず連打しちゃう。サクッとやっつけて。でも2000も得あるもんね。だからどうだ、あと4000。 OK、もうちょっと頑張ればターン上がる。めんどくせえ。三日神なんか使うの。アイテム落としそうだよね。アイテムドロップの確率すごい低いけど。危ない。息吹で回復。あ、極楽67だ。攻撃力6。いや、成長期来ております。いいですね。有明贅沢にご祝儀。よし、絹ももう段上がるもんね。6000でね、うん、どんどん使っていけばいいよ。何もない。右何もないから右できたけど、あれしようか、左上行くか。上の方だと思うんだよね。ないのかい。これはまずいぞ。これね、さっきのスタート地点だね、これ。戻ってきちまったよ。はい、戻ってきました。ね、他に入り口ないか。それかここの入り口からもう一回入って違うとこ行こうか。飛び猿始めまして。あ、強っ。あ、こいつやべえ。100もダメージ受けるのおかしいぞ。あぶねえ。めっちゃ攻撃力高いよこいつ。回復だ。日立マジマル、ずっと回復しとけ。意外にみんな攻撃するから。あ、マジマルもう技がない。攻撃するしかない。もう段上がると思うんだけど。よし、上がりました。攻撃力4、素早さ4、体力6。体力はいいね。そして歌舞伎も上がりました。低成長、体力5。まだまだ行くぜ。迷えば迷うほど。あ、左側にも2つ。 OK、 じゃあ行くか。これで 1,2,3 3箇所、4箇所目だね。8箇所あるんでしょ。左から行くか。左端から行く作戦。よし、歌舞伎技回復活したからね。なんでこいつにやられたんだろうね。闇歌舞伎がね、倒されちゃったんだよね。単純に体力がなかっただけか。ここは絹がターン上がる前だから有明。
複雑だね。なんか宝箱発見、ヤミカズラ世紀を吸い取った、飛ばすね、いいよ、やっちゃってください。キルの連続攻撃いいね、キルが攻撃できるのもいいよね。どうしよっかな、義経切り一つしか当たらん。キルの連続攻撃素晴らしい。オッケー、もう段上がるな。よし、全員67段、素早さ4、体力5、あ、技の技が6、300超えました。あ、月の霊薬ね、まあいらないですね。まあまだこっちも本気出してないからね。あの七福の玉預かり所に預けてきたからね、もし負けたら全部持っていきたいと思います。あ、つぶし切り外れ。とにかくボスを見つけることが一番難しいよね、この洞窟。迷ってる間に強くなっていくんじゃないかな。あ、宝箱発見、何もなし。え、ここ何もないの、この入り口は。なんか情けだね。あれか、右下のところかな。倒しきれない。たまに霊体使っちゃったりなんかしてね。ここまでする必要ないよね。こういったから右下と言っとくか。階段あった。発見しました、ありました。階段がちょっと分かりづらいから、なんか見逃してそうで怖い。すごい、松虫ギレイ、気持ちいい。さあ、もちろん初めて来るとこだね。どうしようかな、上の方からやね、探索していこうか。で、だんだん徐々に下やっていこうかな。結構命中率当たらないときは当たらないね、松虫切り。はい、何もなし。なんかエンカウント率が、お、危ない、回復してなかったか、ごめん。こういうミスありますよ、気をつけて。300以下はもう回復だよ。エンカウント率にばらつきがあるよね。お、なんか特徴的な岩の形だね。 Y って書いてあるのか、矢印を指してるようにも見えるけど、気のせいか。押し切り、効果なし。戦い、えい、回復しておきます。なんか 青くて綺麗な洞窟なんだけどね、今までで一番綺麗な洞窟。もう連打でいいでしょ。一応回復しとこう。さあ、どうだ、地下2階か。なんか広いところではないな。お、初めて来た場所ではあるよね。ギリー、イエー、行き止まりかい。お、ちょっと待って、今右下に見えてるのあれ暗黒ランじゃないのか、緑の根っこじゃないか、違うのか。なんか見つけたよ皆さん。
違うのかな。そうであってほしい。ここ東に、あ、行けないのか。ちょっと待ってくれ。思わせぶりっていうこともあるのか。嘘でしょ。あ、いた、なんかいたぞなんかいるけどあっちに行けないのか。ちょっと待てよ。ぐるっと回っていけるか。お、どうだ。思わせぶりだなボリついてる。次の段まではちょっといけないよね。うん、4万だから。道具見てください。この余裕ぶっこいたねもっとアイテム落ちてるかなと思ってあー、なんかいる。あ、でもさっきもいたよね、左上に。ボス2体いるのか。マジかー。 PC エンジンミニの機能使っちゃおうか。セーブ機能ね行くぞ。回復しとこうか。邪魔するんじゃない、指定警察西部警察みたいなやつ。邪魔するんじゃないよ。ちょっとダメージ受けてまた回復しないといけないじゃないか。ちょっと待てこの技値1が勝敗を分けるかもしれないから、ここは極楽で極楽で回復だぜ。地味ですいませんね技値ゼロの極楽で、みんなの最大体力歌舞伎が331、極楽絹出来上がっております。早くしてよってよし行くぞ。もう一回セーブしとこうかいや、もうどうせ負けないからセーブいらないんだけどねで負けてもまた最初からやるからねえ、魔性バジャラ挨拶なしですか。おっと、体力8000ですか。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。次回こいつを倒してやる。そして準備してきたね、戦いを見せてやるぜ。それではまた、さよならー。